市民の古代とは、1979年から1999年にかけておおむね年1回、市民の古代研究会から発行されていた、日本の古代史を中心にした歴史雑誌である。市民の古代とは、市民の古代研究会の開始に位置づけられていた出版物でありを掲載した、解放自体は、市民の古代ニュースという名称で別に存在した。 市民の古代研究会とは、古代史研究家である古田武彦の支持者を中心に組織された会である。当初は会員及び関係者限定で配布されていたが、そのうち限られた一部の一般書店でも取り扱われるようになり、新泉社から商業出版の形で刊行されるようになってからは、広く一般書店で取り扱われるようになった。1988年には、 10周年記念号として第10週を刊行するとともに入手が困難になっていた第1週から第7週までの分を収録した合本が2冊刊行されている。また1988年以降本誌とは別に特定のテーマに絞った別冊が不定期に計4回発行されている。市民の古代研究会はアマチュアの歴史研究会団体としては日本最大とされるほどに 会員数が増加し、それに伴って本誌も広く購読されるようになっていった。このように順調な歩みをたどっていた市民の古代研究会と本誌であるが、1990年代半ばになると、東日流外三軍史の議書論争の影響で市民の古代研究会内部に激しい対立が生じるようになった。本誌の編集などを行っていた、 市民の古代研究会の運営に携わっていたメンバーが当時の古田の立場に批判的なものが多かったことから古田を支持する者を中心に大量の脱退者を出して会が分裂するに至った市民の古代研究会に残ったグループは本市の発行を継続しようとしたが古田から論文や講演録の掲載を拒否され特定の権威に依拠しない市民の会として独自路線を歩むことになった しかし、会員が大幅に減少し財政的に困窮したことなどもあって年1回の発行も困難になり、第18週まで観光を継続したものの、会は2002年12月に解散した。古田を支持して会を脱退した人々は、古田史学の会、多言的古代研究会など、複数の研究会を結成し、連合して年間の雑誌、新、古代学、 古代に真実を求めて、古田史学論集、なかった真実の歴史学などを発行している。古田は1994年10月に出した、著書、古代通詞、古田武彦の物語る古代世界マイナスの、巻末において、同時点で古田を支持している、初団体の名称や、連絡先を列挙した後に、市民の古代研究会を名乗っている会は、私古田とは、何の関係もありません。 と述べている。また現在古田を支持する団体が開設しているサイトにおいて市民の古代作品を見ることができるが、これはあくまで同会の一会員がかつて所属していた会の情報を提供しているという形をとっている。同氏は市民の古代研究会の会誌に位置づけられていたことから同会の会員に対して配布されていた。ただし無償で配布されていたのは 同会の会員の中でも、高額の会費を支払っていた維持会員だけで、一般の会員及び2部以上を希望する維持会員は、優勝で購入することができるようになっていた。また、古田武彦の講演会をはじめとする同会の、様々な催しの場でも販売されており、会員以外のものでも購入することができた。その後、市民の古代研究会の運営が、軌道に乗り会員が増えるとともに、 本種は一部の一般書店でも取り扱われるようになり、第5週及び第6週の編集後期には本種取り扱い店として、木の国や書店梅田店をはじめ大阪府及び兵庫県に所在する7店舗が掲載されている。さらに請求者から観光されるようになってからは広く、一般書店で取り扱われるようになり、新泉社から観光されるようになってからは、 ISBN コードを付与されるようになった。図書館では本書を雑誌扱いで所蔵しているところと書籍扱いで所蔵しているところとが存在する。会の活動休止とともに書籍、雑誌としてはすべて絶版になり、入手は不可能になってしまったが、別冊の一部はそのままの内容で書籍として再刊されており、また古田武彦の支持団体が開設しているサイトにおいて、 古田の講演録や論文を中心に閲覧することができる。本誌はタイトル、発行名義、出版社などに様々な変遷が見られる。内容の大部分は古田武彦の講演録や論文とその他のものによる論文である。市民の古代研究会の活動報告的な記事も若干掲載されることもあった。一般的な講演会などの 市民の古代研究会の活動の告知や報告は別に発行されていた解放市民の古代ニュースに掲載されていた。本誌に掲載されていた論文の執筆者は大部分が古田武彦及び市民の古代研究会の会員である。同会の会員は大学に職のある研究者は中孝治修一、原が実るなどごくわずかであり大部分は一般市民や 在野の研究者である。その中には、藤田雄二や池一郎といった商業出版された古代史の著書を持つ者も若干はいるものの、本史でしか執筆を確認できない人物も多い。また古田武彦の説について、個々の論点については異論を唱えることはあっても、九州王朝説など古田の基本的な立場については賛同するもので占められていた。 古田の講演録や論文は第15週を最後に掲載されなくなり、第16週以降は古田の講演録に代わって高橋守、片田正、直木幸次郎といった専門研究者の講演録が収録されている。論文や講演録のテーマはほぼすべて日本の古代史に関するものである。一部には中国、朝鮮半島などの古代東洋史や古田の古代史と並ぶ。 もう一つの研究テーマである、診断関係のものが掲載されることもあった。子を特集として、各号ごとに一つから二つの決められた、特定のテーマに関連する論文が集中して、掲載されていた。出版元はいずれも新泉社である。なお、過去の解放を、すでに所有している会員のために書き下ろし、関東論文だけの別釣りが、 古田の講演会会場限定で販売されていた。別館一のみ、当初、別冊と称していたが後に別館に統一されている。出版元はいずれも新泉社である。以下のように、新鮮者から新装版が出版されている。ありがとうございます。